より生じた天然ダム。急動が水没したため、淡水地の上に橋を付け替えた場所。天然ダムとは、大雨や地震、火山噴火などの自然現象のために、土砂などが河川の水の流れをせき止めるようになった地形を言う。また、この地形によって形成された水を大量に蓄積する現象を指す場合もある。天然ダムは、主に地震や集中豪雨。 火山噴火などに伴う山腹の崩壊、地滑りの流下による流路の閉塞、火山噴出物といった自然現象により形成されるダムを指す。人工のダムは天然ダムには含まれない。天然ダムは形成後数時間、数日程度のうちに崩壊し、下流に影響を及ぼすこともある。規模が大きくなると水路を完全に閉塞して故障を形成することもある。 その故障は、永続的なものであれば、関留子と呼ばれる。文章に残る日本最古の記録は、俗に本気であり、734年に発生した機内、七道地震に触れる中で、山崩れが和うとする被害を記述している。日本の国土交通省はこの地形、または現象を稼働閉塞と故障している。また、天然ダムと故障する場合もある。また、マスメディアなどの報道では、 報道機関によって表現がまちまちであり用語は統一されていない。特に、新潟県中越地震以降、地震湖、地震ダム、震災湖、震災ダム、土砂崩れダム、土砂ダム、災害ダムなど、発生原因による表現方法や単に異なった表現方法が用いられることが多い。平成23年台風12号により形成された。 天然ダムを報道する際の例報道各社のホームページでは2011年段階で次の故障が用いられている。これは天然ダムを忌避しているため、平成30年7月豪雨により形成された天然ダムを報道する際の例平成30年7月豪雨の報道では前述の表現とは異なる故障となっているやしろがあり、社内でも統一はされていない。 天然ダムは構造的に脆弱であるため、地長や故死流水、地震の余震により容易に崩壊する。この際に大量の土砂と河川水が混濁して土石流や鉄砲水となって流下し、天然ダムの下流域に大災害を招くこともある。この災害への対策として天然ダムに特有のものには天然ダムの水位を下げるための仮排水路の造成、及び 天然ダムを構成している土くれの撤去が挙げられる。この際に問題となり得る要素には、流水による侵食に耐え得る仮廃水路を整備すること、水分を含んだ土くれの移動先を確保すること、その土くれを適切な手段によって移動させることなどが挙げられる。1984年9月14日に発生した長野県西部地震で大滝川がせき止められて生じた。 注釈出店、ありがとうございます。